おはようございます。四万十2日目、11時半でちょっと遅くなっちゃったんですけど、やってみたいと思います。で、今日の竿についてはプロトタイプのちょっと優しめの旧制クラスの竿、9メーターですけど、使ってやってみたいと思います。なんか本当は背でやって曲がりますよっていう、ここまで行きますよっていうところを見てもらいたいんですけど、なんか本当に会う人にやっぱり背は釣れないよっていう風に言われるんで、まあ昨日のパターンをはめ込みつつ、今日もそれでいけるんかなっていうところを探りながらちょっとやってみたいと思います。はい、四万十2日目やっていきたいと思います。この場所は瀬方の砂利の大体まあ砂利所なんですけど、そこにまあ岩盤がちょっと入ってるような、まあ魚も見えるんで取っ量は多いんじゃないかなと思います。竿も昨日のパワープラスとブラックマグロのパワープラスと違って、ちょっと優しめの、優しめというか柔らかい、モッツゴールに乗ってはまりやすいような竿なんで、かかってからの曲がりの違いとか見てもらえたらいいなと思います。今はもうだいぶ泳がせっていうよりはちょっと引っ込む、少々強めの釣りで探っていきます。まあ、昨日泳がせは泳がせで反応良かったし、良かったんで、ただ強いテンションかけた釣りでも良かったんで、どっちがいいかはちょっと試しながらやります。これ結構だいぶ引いても劣りついてきますね。多分昨日のブラックバージョンのパワープラスだったら、こんなテンションに引くと多分劣り弾かれて浮いちゃうんですけど、めちゃめちゃ引きやすい。まあ、この看板元に入れたんで、いたらすぐ来そうなんですよね。うまい。ちょっとセガタでやってみたんですけど、うまいち上がらなかったんで、背の中に突っ込んでみます。これでかかったらラッキーです。めっちゃ雨降ってきました、これかかる時が来たかな。今蹴られたな、完全に。うわ、思いっきり蹴られちゃった。やった、かからん時に限って蹴られるんですよね。ちょっと針変えて、もう一回。多分今のあたり的にめちゃめちゃ小さいやつじゃないと思うんで、いけるんじゃないかなと思うんですけど、今結構風吹いてるんですけど、そんなに気にならないです。急性なんで結構太さもあるし、重さもまあまあ250ぐらいあるんで、軽いわけじゃないですけど、全然風乗っても気にならないですね。でもかかりゃいいですけどね、なかなかかかりません。なんとか一匹釣ってそこから繋げていきたいんですけど、ちょっと対岸に入ってきて、でかっ、でかっ。かかりの口だったんでさーっと上がってきましたけど、23センチぐらいですかね。ようやく今日1本目、ここからなんとか続いてくれると面白いんですけど、今持ってる竿は
メジャーブラッドシリーズの BV ファイター、ブラックバージョンのファイターの9090タワーですね。すごい持った感じでも泳がせでもしっかりコントロールできるし、余裕のパワーなんじゃないかなと思います。まあ、これからちょっと何とか頑張って釣って曲がりとか見せれたらいいですけどね。かかったかな、来た、違ったか、かかってますね。魚がでかい、よいしょ、おい、めちゃめちゃ楽勝っす。そんなに魚も細かいことないですけど、取り込みしやすいですね。で、操作しやすいし、いやもう完全にガンマンとガンマンの間のスリットになってる、結構深い、1m50 ぐらい、もうちょっとあるかな、結構深いところでやってます。あんましなんか今日は反応良くない感じなんで、何とかパターンを見つけたいんですけど、今バタバタっと抜いちゃうしたんですけど、お、来たかな、来た、うん、おるやつは早いですかね、低くても。引くな、めっちゃ引くな、重たい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 、いや仕掛けが正直心配になるぐらい重たいです。抜けろ、うう、これは背がかりっすね。よっしゃ、抜けろ、よいしょ、うでかっ、めっちゃでかいっす、がっつり24-25センチかな。時間ですかね、場所、まあ多分ここはまあさらばだと思います。多分左岸からは入れないし、右岸からも結構立ち、もう川ガン側の分流っていうか細い流れを結構切れるのか切れないのか微妙なところなんで、多分ここは渡ってくる人は渡ってくると思いますけど、さらばになってるんじゃないかなと思ってちょっと入ってきてみましたら、いい感じに変わります。かかるときは簡単なんですけどね、かからないときは難しいですよね。仕掛け今008の複合ですけど、あのサイズなら151.55702ぐらい張ってもいいかなと思います。ちょっと怖いです、あれが走ると。今はまあそこまでガチャガチャの背じゃないんで、なんとかなって止まってますけど、この流れは走ったとこ入ったら多分疲れる。まああのぐらいの大きさやったらもう多分糸の太さなんか関係なくて、泳ぐやつは泳ぐと思うんで、音にもした時は。ただ昨日はサイトフィッシングで見えたんですけど、発電の放流が始まったからなのか、
ちょっと色つき出したんで、ササニゴリみたいな状況で見えないんで、そこだけですね。もうちょっと見えると攻略のしやすさっていうのは変わってくるんですけど、にしてもでかいです。でかいけど、まあ、もうちょっと全然26センチぐらいまで行った重さをブラックファイションのファイター909ステパワーもうちょっといけるの、正直まだあまり来てないんで、竿が勝ちすぎてるんで、よっしゃ行け、違ったかな、反応ありましたね、思いっきり当たってきた、コツコツっていう、ハリスに飛んでますわ、2号のハリスが、やっぱりあれはでかいやつの当たりっすわ。恐ろしいですね、島の隣は。まあ、今コツコツっていう前あたりみたいなあたりでうんって思ったんで一回上げてみましたけど、やはりスキレ取ったんで、そうやって思った時は、なんか感じた時は一回チェックしてもらったのが、あなんでまあいいかと思って流してると、いつまでたっても針ついてないんでずれるわけじゃないんで、まあチェックは細かめに。しといてもらった方がいいんじゃないかなと思ってます。まあ、いかにも大鮎の当たり方分かる人には分かると思うんですけど、そんな感じだったんで、もうトラブルみたいな感じなんですけど、おお来た、すぐかかってくれるとありがたいけど、あーまた抜けた、蹴られましたわ。いやー痛いな、2連発でかけ損なるとだいぶもったいないし、これで循環が途切れるとまた一から手直しは今日は結構厳しいんじゃないですかね。流れがちょっと少ないんで、押しがないんで、張り乗り切るのが難しかったかなと思います。まあ魚の機嫌は直ってきたんじゃないですか、ようやく。もう完全になんか磯釣りみたいになってますけど、釣れりゃ面白いです。でかいし。多分かかるやつ早いですね。かかる時も反応出る時も出したすぐなんで。あんまし粘ってもいいことないんじゃないですか。ちょっと今ありすぎれと蹴られで荒らしたんで、またもう一回後で触ってみたいですね。ここは絶対魚の量は多いと思うんで、あんまし深く美味しすぎずに
後でやり直します。来た、あー抜けた、おかしいな。高いとこ立つとすごいよく見えるんで観察しながらやります。来た、割とこ悪いですね。あ、ダメ、腹がかりなんでちょっとお取りに使えないです。使えないけど、来ましたね、コツっていうわずかな当たりで。よいしょ、まあこれちょっと距離近いんで無理せず、よいしょ、お取り頃すね、綺麗。海産の天然素材の綺麗なやつが釣れました。会社のあれぐらいのサイズが増えると釣れ続きそうなんで、このままちょっといけるんじゃないですかね。おお、うわ、こあゆか、すごい、なんちゅう、あー団子に、やっぱりさっきも天然素材の魚が釣れて18センチぐらいか、今も同じぐらいのサイズの同じような魚が釣れました。はい、ちょっと今さっきでかいやつがずっとかかったんで怖かったんで、これを008の符号から015の符号に上げました。これなら多分安心して無茶できるんでやってみます。昨日のところも大きかったんですけど、流れとそれ以上ですね、昨日以上でかい、でかいし強烈。まあいかにも四万十川っていう川沿いなんで、ここで一発でかいやつを行きたいですね。で、水中糸の長さも15メートルの長さも8メーター16メーターまでだったので、半分ですね、8メーターしっかり寝かせて水深安全に全部してます。すごい反応出ましたね、今釣られたかな。狙い通り岩盤のキワキワで来ましたね。今視界が変えて安心できるんで思いっきしやり取りします。そんな大きくないかな、いけ、よいしょ、大きくないことはないですね、いいサイズ、よいしょ、背上がりですね、バッチリし
今は21センチぐらい、22センチぐらいの魚でしたけど、天然素性の魚でした。で、追われたかな、すごい気持ちだった。あ、来とるな、来た。入れがかり、入れがかりっすわ。楽しい、上がれ。よいしょ。まあまあ、ちょっと一回り小さくなりましたけど、面白いです。最高。で、ハリーは今、この赤ちゃんの、今年出た、オーアユシュートっていう、オーバー用のハリーで、いいっすね。もうすごい、いい感じがします。なんか昨日は反応出てかかるってことはなかったんですけど、今日はこのポイントすごい反応出るんで、うお、来た、うわ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 、上から見えるんでめちゃめちゃ面白いです。よいしょ、うわでかい。よいしょ、口上がりだったんですんなり出てきましたね。まあ、口上がりも落ちんかったんで、いい針ですね。オープンショット8号。まだまだこのファイターの旧姓パワー全然楽勝です。正直僕もここまで強いとは思ってなかったんですけど、全然いけますね。まだまだ26、7まで多分いけるかもしれないですね、余裕で。この感じでいくとこっから下ずっと背があるんですけど、いけるんじゃないですかね。ん？来た、来ましたね。ちょっとちっちゃいかもしれないです。よいしょ、ちょっとちっちゃいかな、ちっちゃい。よいしょ、めっちゃちっちゃいです。かわいいサイズ。もう一回際で来ないですかね、こっちの一番際で。ちょっとやりづらいんですけど、絶妙ないい流れなんで。お、来ました。あ、外れた。アユじゃなかったかな、なんか変。よし、どんどん動きます。やりたいとこいっぱいあるんで、時間がもったいない。ここでかかったら多分めっちゃ面白いですね。流れ太いし、反応って今ありましたね。多分サラバのはずなんで、どうか、さっきと同じところで反応もらいましたね。うわ、来た、来たかな、よっしゃ、強烈やった。やっぱり2回蹴られて、ようやく3回目で。すごいね、一回芯外れてヘッジに寄ってきたんですけど、その後もう一回芯に走り直して
げつない、えげつない、なんていう魚ですか、これは。うわ、すごいな、上がれ。でかっ、めちゃめちゃでかいっす。ちょっとさっきも蹴られたんで、針をさっき同じ大和湯シュートの8半、ワンランク上げてやります。やっぱり複合メタルもさっき008から015に変えたんですけど、ものすごい安心感が違います。うわっ、来た。ちょっと流れが弱すぎて寄ってきちゃいますね。まあまあ、やっぱそんなにそこまで大きくはない。さっきは特別のものに行ってとんでもないやつやったんで、まあ、大きくないって言っても十分力あるし、22センチぐらいですかね。よっしゃ、OK。まあ今、多分さらばだろうっていうところに川切ってきましたけど、結構危ないんで自分の行ける範囲で無理せずください。まあ僕もあんまり自分のここはまずいかなっていうところはさすがに行かないんで、自分の体力と、まあそうですね、しっかり相談して無理のない範囲で、いくらさらばと思っても流されると意味ないんで、あくまでも安全に釣って帰るのが一番なんで、自分の範囲で、自分で行ける範囲でやってもらったらいいと思います。よっしゃ、来た。あー、抜けた。あー、まあまあまあ、なんか変なかかり合ったんだよね、知らないです。